それではただいまより2014エンディングセレモニーを執り行います。今シーズン松本山田 FC ホームゲームに累計で267,402人の方々にお越しいただきました。たくさんのご来場誠にありがとうございました。はじめにクラブを代表して株式会社松本山田代表取締役社長大槻博氏よりお礼のご挨拶を申し上げます。2014年のシーズン終了にあたり、クラブの代表として一言御礼の言葉を申し上げます。 J2 3年目のシーズン、心を一つに3つの総力を掛け合わせて戦ってまいりました。反橋監督の素晴らしい指導のもと、選手スタッフが一生懸命頑張り、 J2 で2位という成績で J1 昇格を果たしました。今一度監督、選手、スタッフに大きな拍手をお願いしたいと思います。また本日も1万8000人を超えるサポーターの皆さんにご来場いただき、 J2 の1試合平均入場者数は1万2500を超え、 J2 で断トツのトップでございます。いよいよ来年日本サッカー界のトップに当たる J1 のシーズンが始まります。新しいシーズンを迎えるためにも、私自身社長の職を退任する決意をいたしました。来年は新しい社長のもと、新しい体制で臨んでまいりたいと思います。思い起こせば2003年より多くの皆さんと共に作ってきたこのクラブがこのように成長できたことを本当に嬉しく思いますが、 J1 昇格が到達点ではなく、これからが新しい松本山田の夢物語の出発だと考えております。皆さんと共にさらに成長できるクラブを目指して頑張っていきたいと思います。本当にお世話になりました。1年間ありがとうございました。